マリオシリーズ、マリオシリーズのキャラクター一覧、マリオシリーズのキャラクター一覧は、ニンテンドーより発売されている、マリオシリーズに登場するキャラクターの一覧である。漫画版などのメディアミックス作品の登場人物は対象外とする。個別記事のあるものの詳細は、リンク先を参照。ザコキャラクターボスキャラクターその他戦闘中の音楽は、ザコキャラクター、係長、課長。 部長戦は通常の曲が武器ボス、量産型、カリバーは専用曲が、それ以外のボスキャラクターはボス戦の曲が流れる。ザコキャラクター肖像画のお化け、大部分のお化けは足がなく空中を浮遊しているものが多い。お化ュームで吸い込むとパールを落とす。 ボスキャラクターザコキャラクターテラータワーのお化け。テラータワーには通常のザコキャラクターを上回る強化型が存在し5の倍数の階層ごとに出現する。いずれも体力が通常のものよりもはるかに高く、戦闘中は他のお化けたちが妨害してくる。以下のお化けは食べ物や生き物等をイメージした種である。お化け以外の敵キャラクター基本的に吸い込むことで、 簡単に倒せる。ストロボの光を当てると、コインに変わるものもおり、口述のように、金色の個体はより高額なものに変わる。なお、倒したお化けが登録される、お化け時には記録されない。ボスキャラクターキングテレサから受け取った、ダークムーンのかけらを体内に、取り込み様々なものに憑依する能力を身につけた、個体の、憑依というお化け。顎が大きく、バリアを張りつつ、 突進攻撃を行う。吸い込むたびに表面の皮が剥がれていき、体色が白から赤になる。もともとは友好的な性格で、エンディングで正気を取り戻した後は、木のピオと遊び、記念撮影に参加する。スーパープリンセスピーチには、気分、気度愛楽の要素があり、敵キャラクターの中にも、気度愛楽が設定されている。主に、木は黄色くなり、 飛行能力がつく。ドは赤くなり移動スピードが遅くなり地震攻撃がつく。愛は青くなり、スピードが上昇する。楽は睡眠しているといった特徴がある。カッコ内は表情の分類である。ザコキャラクター。ありがとうございます。